はい、今日は新しいジーンズを買ったので紹介します。早速開けます。はい、開けて中身がこれですね。買ったのがフルカウントの S0105 です。で、なんかいろいろついてきましたね。 T シャツです。 T シャツとあと本ですね。これ本じゃなくてフルカウントのカタログですね。 T シャツはこんなのです。ギャランティーカードデザインの T シャツですね。あ、生地も結構しっかりしてますね。あ、ユニクロとか GU の生地ではないです。結構いい感じの生地ですね、これ。まあ、これがおまけでついてきたんで、まあ、ちゃんと購入経緯を話そうと思います。まず、買った理由なんですけど、夏に履こうと思ったんですね、これ。S0105。まあ、フルカウントのジーンズといえば、ジンバブエコットンなんですけど、ジンバブエコットンだと思って買ったんですけど、どうもこれは違うみたいです。S0105 対戦モデルは、サルベージコットンというコットンを使っている模様です。フルカウントのジーンズは、昔一回履いたことあるんですよね。1101だったかな。1101を履いてました、私。フルカウントのジーンズが細い順に1108、1101、1105だったと思う。確かそうだったと思うんですけど、で、その中間のやつを履いてました。だから年代で言ったら66とか、ビッグEとかその辺ぐらいの細さになるのかなって思います。WX より若干細いかなぐらいだと思います。フルカウントのジーンズの話はここまでにして、で、今回、これ、S0105 ですね。じゃあ、ちょっと開けてみます。お、いいっすね。なんか、この、パッチがもうすでに、半ビーフジャーキー状態みたいになってて、硬いですね。あ、これ、ワンウォッシュです。ワンウォッシュされてるのです。だから、これ以上縮むことはない。ジンバブエコットンではないんでしょうけど、まあ、確かにちょっと柔らかいですね。こんな感じです。全体像として、こんな感じになってます。フルカウント、フラッシャーがついてます。ジーンズについてたのがこんな感じになります。ギャランティーカードがさっきの T シャツのデザインになってて、まあフルカウントって書いてますね。リーバイスのデザインを参考にして作られたフラッシャーですね。じゃあちょっと詳細見ていきますね。最初の印象は、あ、これも邪魔ですね。外しちゃいます。こんなのがついてますね。フルカウント、タブです。最初の印象なんですけど、もうこの革パッチがすごい、硬くなってます。ワンウォッシュなんですけど、もうすでに硬くなってます。硬くなって、なんて言うんだ。ビーフジャーキー状態一歩手前になってますね。字もなんか読めなくなってますね。S0105 がもうちょっと怪しくなってきてますね。で、サイズが32、レングス、ウエスト32、レングス32は読めるんですけど、これもう S0105 がちょっと怪しくなってますね。消えかかってます。パッチはこれ、一番好きかもしんないっすね。これはもうビーフジャーキーになれる、なれそうなんで。ちょ、期待します。続いてボタン。もう対戦のボタン、対戦モデルのボタンですね、これは。対戦モデルしてるボタンは、もしかしたら初めてかもしれないです。月桂樹ボタンです。ここ。何色だろう？金じゃないよね。銅なんかちょっと金色っぽいんですけど。銅かな、これは。これは何なん？鉄なのかな？なんか、おかしな色っすね。ちょっと、これ、何なのかちょっとよくわかんないんで、知ってる方いたらコメントいただけると嬉しいです。ここ行きますね。ポケットなんですけど、ここがウェアハウスのデッドストックブルーのジーンズと一緒ですね。ここに、ボタンがないです。リベットがないです。まあ、対戦モデルですね。ここにあります。で、まあ、これいいと思ったのが、これですね。これです。ポケットが、寝るシャツの素材ですね、これおそらく。で、寝るシャツの素材になってて、まあ、対戦モデルですよね、みたいな感じになってます。ザ・対戦モデルのディティールですね、これ。この素材は初めてかな。寝るシャツ素材は初めてですね。夏に履こうと思ってたんですけど、よく考えたら、暑そうですね、これ。暑そうです。お尻のバックポケット。バックポケットはなんか、ウェアハウスのデッドストックブルーより歪みが多いですよね、これ多分。ウェアハウスの S の旋盤のデッドストックブルーの対戦モデルなんですけど、やっぱ全然歪みが違いますね。フルカウントのジーンズの方が歪んでます。バックポケットが。フルカウントのジーンズはもう全然
ここですね。ここの角度がもう違うわ。全然違います。なんかもう完全に対戦モデルですみたいな感じになってますね。自分はこっちの方が好きかな。なんかもう、なんて言うんだろう。対戦モデルって好きなんですけど、なんかもう露骨な対戦モデルっていうのもしかしたらこれ初めて履くことになりそうなんで、結構楽しみにしてます。で、ベルトループもずれてないです、ここ。多分全部イエローステッチかな。バックポケットも。この辺のポケットも全部イエローステッチですね、これは。裏返しにして隠しリベットがあります。対戦モデルって隠しリベット省略されてるのもあったと思うんですけど、レプリカ系ではしないのかな、みんな。いや、わかんないですけどね。で、まあ、さっきもポケットの説明でしたんですけど、まあ、これをポケットを見ると、ああ、対戦モデルだねっていうのがもう一気にわかりますね。今回のジーンズの買ったポイントでもあるし、好きなポイントです。ここが。で、そうですね。じゃあ耳も。耳は結構均等に配置されてます。まあ、こんな感じの耳になってます。で、色が赤。リーバイスの色に近いと思いますね。これ赤耳で。ピンク耳。まあ、こんな感じの耳になってますね。ちょっとこれ、実際に履いてみます。実際に履いてなんか、いろいろとシルエットを比べてみようと思います。これは、フルカウントの S0105 ですね。結構太いですね。太いし、なんて言うんだろう。ウエスト32でワンサイズ上を買ったつもりなんですけど、ウエストがキツキツという感じですね。ウェアハウスの福袋ジーンズですか。あれ31でちょうどいいんですけど、フルカウントは32ですね。ワンサイズ上げた方がいいかもしれないです。ウェアハウスのジーンズと比べた時ですね。で、シルエットがこんな感じです。まあ、これ、かなり太いですね。太いです、かなり。フルカウント S0105 のシルエットですね。こんな感じです。次、ウェアハウスのデッドストックブルー S1000 番履いてみます。ウェアハウスのデッドストックブルーの31サイズで洗ってないやつですね。ワンウォッシュしてないやつです。ワンウォッシュするとサイズが1つ下がると思うんですけど、1つ2つぐらいかな。まあ、それでも全然さっきのフルカウントの S0105 の方が太いですね。こっちの方が細いです。フルカウントは太いですね。マジで。太いジーンズが欲しいんなら、あれが一番いいと思います。ウェアハウスのデッドストックブルーの S1000 番でした。続いてウェアハウスの福袋ジーンズですね。フルカウントの S0105 と比べたらもう圧倒的に細いです。ここのウエストのサイズは同じぐらいなんですけど、太さが全然違いますね。こんな感じです。で、じゃあ次、ワークパンツ、自分が持ってるやつでおそらく一番太いと思われるのを履いてみます。これが自分が持ってる中で一番太いですね。で、これ、サイズ34なんですけど、これさっきのフルカウントの S0105 と同じぐらいじゃないかと思いますね。太さ的に。最後にじゃあフルカウントの S0105 をもう一回履いてみます。フルカウントの S0105 です。まあ、さすがにさっきのワークパンツの方が太いかなって思いますか。そうしてみる、こうしてみると。で、そうですね。ちょっと折って履けるぐらいの丈です。自分は、今んとこ。で、まあ、今日、ジーンズ剥がれたことない方に絶対伝えたいんですけど、こういうふうに濃いリジットのジーンズを履き始めるとき、履き込むときって、靴にインディゴが映っちゃうんで、絶対にここ折って履いてください。こうしないと靴に色が映っちゃうんですよ。特に白いスニーカーなんか。で、もうへずいたら色が映ってるみたいなことになってかなりへこむんで、これ絶対気をつけてください。自分はこんな感じで履いていくと思います、これから。最後にちょっとお話しします。まあ、こんな感じですね。じゃあまあちょっと最後にウェアハウスのレッドストックブルーのと色を比べてみます、ね、色味はやっぱこのウェアハウスのやつがちょっと青いのかな。やっぱ
デッドストックブルー生地は青そうですね。フルカントの生地の方が色が黒くて濃いですね。このフルカントの S0105 の生地の色はちょっとウェアハウスの福袋ジーンズに似てるかもしれないんで、ちょ、取ってきます。それより濃いですね。多分ウェアハウスで一番、今所有してるウェアハウスで一番濃いのがこれなんですけど、それよりフルカントはさらに濃いです。こうしてみると一目瞭然です。こうしてみるともう、やっぱ違いますね。こういう風に比べてみるとやっぱ違います。こんな感じですね。まあフルカント、まあ、おそらくこれ夏に履こうと思うんですけど、なんかエドウィン・リーから、リーのアーカイブですね。からもうなんか対戦モデルが出るらしいので、それもちょっと気になってるんでどうしようか迷ってます。まあでも、おそらくこれを履き込むと思います。今、リーバイス501履き込んでるんですけど、次、3月の終わり頃に洗って、それで一旦終了して、そこから4月からフルカント S0105 を履き込もうと、今、現時点では予定してます。よろしくお願いします。じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。